昭和大橋は、広島県広島市の天馬川に架かる道路橋。上り線と下り線の二つの橋からなる。もともとは線中に作られた橋であり、現在の橋は1978年に架け替えられたもの。広島市道霞交互線に架かる橋であり、平成初期までは天馬川の最下流側に架かる橋であったが2014年に観音大橋が完成している。 東泉下流側に、広島県立広島商業高等学校があり、さらに道沿いに、東へ行くと、広電船入り南電停、さらに行くと吉島橋にたどり着く。西爪から250メートル先の空港通りを、南に250メートル行くと、広島県総合グランドに、西爪からそのまままっすぐ行くと交互橋にたどり着く。この両岸である観音及び船入り、エは、 昭和初期に造成されたものであり、第一次世界大戦以降に計画された、大高は水系川口すべてに、一大軍事工場地帯を整備することになった時に、整備された土地である。この再建側の誘致と大日本帝国海軍の要請により、江場に、三菱重工業の造船、造機工場の建設が決定した。そこで、観音や交互深海に、 三菱の公院用住宅地が確保され、そこから、江場の三菱工場まで連絡橋の建設を、三菱が行政に要望してきた。1944年、三菱が1、2、広島県と広島市が、それぞれ1、4ずつ負担し、簡易な借りきけた橋として、この昭和大橋と工務橋が仮設された。1945年8月6日広島市への、 原子爆弾投下により被爆。落橋どころか損傷もなく、避難民がエバから観論さらに西へと続々と渡っていった。しかし、同年9月、枕崎台風による水害により、落橋してしまった。この枕崎台風と、同年10月のアクネ台風による水害により、天馬川に架かる橋は最上流の横川橋を残して、すべて落橋してしまう。 このため早期に復旧工事が決まり1947年、気候、1951年車道専用の、鉄筋コンクリート桁橋として、再加強された。その後、天馬川五岸整備及び、霞交互線整備に伴い1979年、上流側は、広島市、下流側は建設省中国地方建設局により、二強からなる、現在のものに掛け替えられている。 ありがとうございます。